はい、ガジャホです。今日は散歩をしながら動画撮ってます。今日が10+35日目、34日目かな。今日はちょっとバックに見えるのが見えるかな、見えるかな、大手大橋っていう橋です。ここを、ここの中洲で、毎年長岡の、花火を打ち上げられるんですが、そう、見に来たことがある、ない人は、ぜひ、来年見に来てください。そう、で、今日はですね、ここで、ぴょんぴょんエクササイズをやります。はい。そう。ここまで歩いてきて、30分くらい歩いてるね。まあ、結構、ポカポカなんですけどね。エクササイズする前に、まずね、スクワットやってからやります。そうするとね、ジャンピングエクササイズの効果が上がるっていうことなので、そう、見えるかな。そう、いきます。15回3セット。1回、2回、3回、4回、5回、6回、7回、8回、9回、10回、11回、12回、13回、14回、15回。はい、これをもう2セットやってからやるんですが、XM3 とスーパーミックスを飲み始めて、35日ぐらいなんですけども、ですね、体は結構絞られてきたと思うんですが、そう、エクササイズトレーニングを始めてから、ちょっとタンパク質中心の食生活したら、なんか今日ね、ちょっと便秘気味。そう、スーパーミックスもかなり食物繊維が入ってると思うんですけども、入ってないのかな、必須要素だけで。ちょっと食物繊維が足りてないかなと思ってる今日この頃です。さあ、2回目いきます。せーの。1回。2回。3回。4回、5回、6回、7回、8回、9回、10回、11回、12回、13回、14回、15回。まあ、そんなわけでね、ちょっと実家に食物繊維っぽいのをもらいに行こうかなと思って、実家まで歩いて1時間ぐらいなんですけど、1時間か1時間半ぐらいなんですけども、向かってるとこです。そう、たまには外でやるのもいいかななんて思ってやってます。そう、今後、もしかしたらね、外でちょっと、取るのが増えるかもしれないかな。はい。まあ、雪降ってくると、もうここら辺ね、雪降ると真っ白でもう、通行できなくなっちゃうんですけども、雪降るまではいいのかなと思ってます。はい。残り、あと15回いきます。せーの。1回。2回。3回。4回。5回。6回、7回、8回、9回、10回、11回、12回、13回、14回、15回。はい、15回やったんで、ここはぴょんぴょんしていきたいと思うんですが、時計がね、ここにあるのだけなんで、あと2秒。はい、
7分まで、はい、そうやっていきます。今日もね、後半夜エクササイズするので、はい、ゆっくりなんですけども、そう、おとといからベースに私のサイトを、ショッピングサイトを持ってきました。それでも何作って売ってるかというと、私を売ってます。さあ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 。私写真家、フォトグラファーなんで、まあ、写真だけはね、いろんなのあるんですけども、そう、何受けするかどうかはわかんない。私にとってはいい写真だけどね。他の人にとってはいい写真かどうかわかんない。まあでも写真はいっぱいあるので、その写真を、資源に、いろんな、商品を作ってみたいと思ってます。でですね、そう、XMM3 とかダイエット関係のサプリとかは売ってません。そう、売ってません。欲しいって方は、私にご連絡ください。直接郵送します。でですね、結構ね、人によってね、合う合わないが、モリンガのサプリに合う合わないがあるらしくて、そうなので、試供品から試してみるのがいいと思います。そう、いきなり初めてね、体質に合わないなって方もいると思います。そう、あと1分、2分くらいかな。で、で、ベースで、夜、ライブ発信をしてますね。皆さん、ぜひベースのアプリを入れて、ライブ発信もご覧ください。あと1分くらいかな。そう。で、今ね、スマホをかけてるのは、桜の木なんですけどね。そう。まあ、これからね、ここ雪降って、まあ、一面真っ白になるんですけども、そう。真っ白になってからね、もうここ通れないので、真っ白になるうちに、ちょっと散歩します。そして、サプリもね、栄養もね、ダイエットもぶっちゃけ素人なんで、そう、まあ、人に言われたままやってますが、そう、皆さん、今度ね、じゃあ正しいジャンピングエクササイズを教えてもらうので、そう、教えてもらったら正しいやり方もご紹介したいと思います。はぁ、あ、3分半ぐらい飛んだね。はぁ、あ、汗かいてきた。はぁ、あ、そんなわけで、はい、今日も、無事に、動画撮り終わった、ガッチャンでした。皆さん、また明日。はぁ、あ、ごめんね、毎日アップできてない。3日に1回ぐらいしかアップできないんですけど、まとめてみてください。ガッチャンでした。はあ、今日の動画いかがでしたか？まあ、毎日少しずつ頑張ってるガッチャンです。そんなわけでですね、皆さんの声援が私のモチベーションです。今日も頑張ってねーと思った方、ぜひいいねボタンを押してください。こちらですよ。はい。そしてですね、チャンネル登録していただいた、いただけば、もっともっと頑張れるかなと思ってます。ぜひ、ここのチャンネル登録と、その脇にある鈴のマークも押してください。鈴のマークを押していただくとね、私のダイエット、もしくはギターとかね、他のことやってるいろんな動画がリアルタイムで皆さんの元に届きます。そのわけで、いつも全員ありがとうございます。ガッチャンでした。